今回は僕のね本領発揮できるところからいこうかなと思います。パチンコこう体を使ってねこういい健康ね健康になりますよこれは。では私は、この CR 北斗セブン転生でいきたいと思います。よし台確保。さて何から行くかなんですけど、あバジリスク、バジリスク絆ありだな。ちょっと末狙いしてみようかな。あ負けてんのかこれ。良くないですかこれ。高設定台でもしかしたら負けたかもしれない台はなんとなく据え置きしてくれる可能性が高そうな気がする。うん、よしこれで決定。まあ第一候補を決めたら、ね、欠かさず周りの状況もねしっかりとチェックしに行きましょう。まあ、もうはっきり言ってそのホールに置いてるその機種の台数ですね、台数が多い台っていうのはねやはりまあ押してる台ですからでこんだけあればという感じですよね。前回のイメージだとそうマイジャグ、あーいっぱいだ。マイジャグが結構良さそうだったのでどうかなと思ったらマイジャグの方がいっぱいだな。これマガバトー、はい、どうもパチマガのしのすけです。はい、スロマガのドラミです。はい、というわけでねこの企画ももう9回目となんです ね長いんでね、はい、もうルールの方はもう皆さん知ってるかなと。そうですか、ね、でも、ね、まあ対決をするっていうことですよね。ざっくりだな。多分細かいなら、ほら皆さん色出てるがりしてると思うんで言っときますか。言ってみましょう。この企画はですね、まあ、パチマガスロマガのね、うん、ライター同士がこう1-1で戦うと、うん、そしてもう、実戦の方式はですねもうホールさんの中にある機種、うんね、パチンコもスロットも含めて好きなものを打っていいと、はい、そして、サダマサマイをね、こう一緒にしましてどちらかが多く出るかどうかという、うん、もう単純明快な、はいはい、企画となっております。はい、どっちでもいいっていうのがね新しいですよね。そうだね。ただやっぱりパチマガはパチ、うん、スロマガスローみたいなのがどうしても多いじゃないですか。多いね。だからみんな意外とこれまでそれを崩して戦ってきたりするからね。ちょっと崩したく なりますよ ねなんかそっち行きたくなりますもん、うん、なるね。間違っちゃおうかなみたいになりますもん、ね、そういうところも含めてね楽しんでいただければと思います。うん、はい、はい、そして今回ですね実践に協力していただいたお店はこちらになります。チャレンジャー町田のずた店さんになります。はい、毎回ここでお世話になってる感じですよ ね、はい、そうね。前も来た時ここでやりましたもん。そうだ、ね、何回だっけ、ね、多分5回かな4回5回とかそのあたりに出たんですけど覚えとけよこのくらい何回目か分からない。前と後にはあったから真ん中ら辺なはずです、うん、どう立ち回るとか意気込みがあったりそうですね、はい、まあこういう時チャンスなんでパチンコから行こうと思ったんですけど、うん、でもやっぱ最初はまあ一応スロットから行くのがいいかなと思って、うん、そうだね。そうなんですよ。で本当にだったらメイン台行こうということでバジリスク絆取りました。お台数多いんですよ。そう、もう取ってて、はい、結構メインのところでお客さんもついてたので。なるほど。じゃあまあ絆から行こうかなと。あ、なるほど、わかりました、うん、もう先にそういう風に言っちゃうなら私も言いましょう。あ、教えてくれますか。実はもう見たんですけどさっき。あ、じゃあもういいよ。でもほら今視聴者の人がほらじゃあ僕が取った台はですねCR 北斗西部転生と。あ、はい、はい、うん、もう出落ち感ありますけどまあね、そういう感じでお互いね、うん、その舞台で立ち、そうですね、自分のメインのところで立ち回ろうという感じになってます、うん、というのもですね、まあ、最後になりますけども、うん、ね、おなじみの負けた方はですね罰ゲームが、そうなんですよね、はい、ね、いやー、僕は相当平らにやられたんでね。罰ゲームやった側なんですね。やられた側よ。そっか、見てたのでくん付けしないぐらい平らにやられたぐらいというわけでね、そこもね回避するかどうかもかかってますんでね、どうですか、皆さんお楽しみにしてください、はい、というわけでいきますよ、はい、実践スタートでーす。はい、頑張ります。はい、では私はバジリスク絆ですね、こちらから始めていこうと思います。
さあ、というわけで私はねこちらのね CR 北斗7転生で行こうかなと思います。もう今回は僕のフィールドとなるねパチンコ柄のね実戦となるので、これはもう負けずにはいられないというわけで、いざ実戦開始です。よしやー、さあジャギステージちょいチャンス、おっともおっとも、さあこのともで先読みでチャンス。まあこのね連続演出は今の発展時にケンシロウが出てこないと強くはないんですが、もう1回3回目に行った時にそれ期待。おお二人さんでいいですね。ほっわー背景カットに来ました。さあ熱いですよ。で激アツのジャギリーチ、あータイトル変わんないか。おダメからの発展か、レア。さあそして来ました激アツの百裂拳 60%R 激アツです。ちょっと触ってみますね。熱っ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 激アツです。よしこりゃあるだろう。ただこのバトルの後半でしっかりねロゴ落下とかのチャンスアップがないと外れる場合あるんで、こっから注目ね。なんか出ろよ。あれとあれ何も出ない、何も出ないで最後のボタンカットインで、あれキリンじゃない、やばい、いやー頼むぜマジ。おぉセーフ、アップね。いや途中まで結構完璧だと思っても、ほんとここでノーチャンスアップだとやられちゃう可能性あったんですけども、さすがにジャギー良かったです。オッケー、一人一人のね場面にあったね、あったというかまあそのねストーリーをこう見せてもらってのドンと。ただねここでまあ七図柄昇格とかおいない場合はこのね後のラウンド中の展開で格変かどうかが決まるので、ここからもまた重要になります。いやー頼むよケンちゃん、ケンちゃん頼むよ。あらやばい、なんもねえ。あらら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 、いやいや、まあラウンド中に決まんないとはいえ、まだねこの後ありますから、ラウンド終わった後もね、そこで格変もぎ取りましょう。さあこのヒデブで決めましょう。まずはね赤になることを願い、さあラストです、ここ勝負よ。さあ4戦か。さあここでこうロゴキリンにね、さあ4100から、もうだ緑かいきます、せーの、通常だった。いやこれでね時短を7回転消化し、終わる一番ダメなパターンのね 35% の方を引いた通常でした。こうなると痛いですね。うわせっかくもらったチャンス生かせませんでした。
なんて言っているのか分かんないんですけど、仕事であることが確定をするっていう一発目の PC ですよ。いやだって向こうの人見てるもん。ありがとうございます。なんか向こうの人が拍手してくれた。一発目これ以上のスタート、まあ、六角がありますけど、これ以上のスタートあります？もうこれ打ちます。今日はこれで決定です。よし、では調子が良すぎるよ。でさっきの、ベル残り6回に関しては、仕事確定で、4号だと 3.1% で6、設定6だと、4.7% なので、ま、気持ち6の可能性が高いけど、ま、どれもそこまで変わらないかなと言えるのは、その 3% なり 4% なりをいきなり引いたっていう。おーし、そして今円高確いての巻物、なんかいいことばっかり起きる今日。 PC 当選、今度が赤同色ですね。これでさっき青だったので1対1。これが6じゃないよ、高設定だとすると、ちょっとちょこちょこ AT 継続させて、でも稼いとかないと安心はできない。終わらせるとまずい。とりあえず、参戦ですね。で一発目が終了。10対3で完全勝利のチャンスをもらえてたやつで、しかも円広角でその後巻物引いたんですけど、そのタイミングだ、そこで完全勝利を持ってこれていればちょっと展開が変わったので、ああいうのがな、うまいこと やれば止まらないんですけどね。久々だな。撮影であまりにもね、打ち始めて速攻をちょっと信じられないことが起こりすぎて、多分素のリアクションになってたと思います。私のリアクションみたいな、プライベートで絆を打って
死ごろ確定を出した時のリアクションもしてる。ちょっと言おうかな、言いに行っていいですか、しのすけさんに。なんか言わないのもね、大変です。しのすけさん、どうした、台壊れちゃった。壊れた。え、本当に死ごろ確定出た。嘘、本当。俺が壊れそうだよ、そんなの。いや、だから一発目の BG で出た、え、出たの。マジで、マジで。うわ、なえるわそれ。なんで罰ゲーム頑張ってください。いやいや、俺そうやって喜んで、仕事確定とかで喜んで、で出玉的に泣いてる人俺ごまっと知ってるから。私も知ってます。経験があります。そうか、まあ頑張ってください。はい、もう私あの台粘るんで。はい、わかりました。1回目ってすごいですね、持ってんな。だから本当にね、入ってるってことなんですね。で、まあ言ったようにこの台回ってますし、次の当たりがね、しっかりと65番の額変引いてね、さっきの不遇の分こう額変が続いて返ってくれれば全然一撃余裕であるんで大丈夫です。まあ、AT はいただいたと思います、うん、まあ、まれに外すから 100% 安心はできないですけど、ポイントが赤2色で LED が緑、今赤と青が1対1、まあ、まだ4回目なので2回ずつでなので、そんなサンプルって感じではならないです。これはどうしようかな、外した方がいいよな。まだ残りベル8回の状態なんで、振動術に入れられたら今日もう罰ゲームないと思っていいんじゃないんですかね。成功させないとダメだけど、なんか引きすごいって自分で思ってる。参ります、目指せ5個。よっしゃ、まずハットインが出ないとね。あ、すいません。今狙ったんですけど、ごめんなさい。おーおーおー、ダブル来たー。どうしよう。
何これ、え、2個目だけど何これ、何これ、とりあえず、一発目で、すいません、あの私目押しを1回テンパったのにミスってるんで、これ2個っていうのがダブル2回で、あともう1回あります。だから最初3になりますね、これで、また振動術チャンス、よしよしよし、よっしゃ、よーし、うまい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 、今回のこの3発目はだいぶ調子がいいはず、全部で7個なので、今振動術チャンスを全部やって3回4回7回ということで全部で14個、ストック獲得いたしました。なんかすっごい目押しミスって恥ずかしかったけど、なんか真ん中が押せなくなった。え、なんでもう一個あんの、あれ目押し見つけたのダブルだったかな、なんかもう一個出てきた、どうしたよどうしたよこれ、どうしよう、止まんないよもうこれ。あ、ごめんなさい、調子乗ったらミスった、これ一回ちょっとごめんなさいミスってるので、全部で5個です。全部で、振動術チャンスを4セットですねやりまして19個、ストック獲得、なんでこれ出てきたんですか、あれ終わらないやつ、よやばいよ、もういくつだったか分かんなくなってくるレベルだよ。4セット目まで19個乗っけてて、今これ5セット目振動チャンス5セット目で、終わんないやつだ、終了しましたけど、6なので本当ですかこれ、今までの振動術チャンス計5回3回4回7回5回6回と、獲得をいたしましたので15セット、はい、あ15じゃないごめん25セット25セット、嘘だ本当に、とりあえずエンディング、いきますので、どこまでねエンディングを発生させないかの、戦いになりました。お、お当然。セイト。さあ頼む。おっしゃ。最大3回ね、階層が入っていくんですけど、上がるほど期待度が上がっていくと。3回行けばもうマジ熱。ナムさん、あー2回か、いやでも
ね、ああいう弱い展開から急に、ね、ここまで伸びてくれたんで、これは欲しいぞ。やっぱ欲しいですね、もう一回ね、体操3度目を。たくましいな、ラオは。1番か分かんないけど、でも店内でも多分今ベスト3に入るぐらいの感じで出玉を持っている気がする。なんか293のところまで見えるけど、多分あれ293枚じゃないですよ、2900枚ですよ。こうなったらどうしよう、ちょっと作戦変えて僕も後半ちょっとね違う台でいこうかなと思います。うわー、あんなに出るか。いや、北斗セブンもすごい全然回ったんですけども、ちょっとですね、まあ各編中の消化のスピードとかもろもろを考えると、まあ、こちらのねパチンコ新北斗無双の方がいいと僕は思いました。ちょっとねこのパチンコ新北斗無双で頑張ろうと思います。それでは新北斗無双でいきます。さてどうだろうな。もう分かんない、もう全然分かんない、続いてくれんだか後がないんだか。危ない気がするぞ、久々に危ない。これは30戦ぶりぐらいにまずいかもですよね。いやー終わったっぽいぞ。多分ちょっと終わったっぽいのでメモします。なんとか5000枚を超えたところでエンディングの権利はもう42戦してるんでもらってます。で終わったか、あ終わってた。いやまあまあまあ十分です。いや 40超えるだけでも相当ですよね。で、まあ、ここも目指してたわけですから、ちょっとエンディングを堪能して、でこの間に BC に当選をすれば今度 50% 以上のループを持ったバジリスクタイムを引き戻せるので、巻物を何発か引いておきたい。終わってしまいました。1651ゲーム回して5176枚、多分枚数ちょっとビシッと引いてないので枚数は少なかったと思うんですけど、まあ、やれたこと、そしてエンディングを見れたということでこれは十分だと思います。おここは行くか、あともう一回、おー来た、激引け、おー、ついたー、あー、いいやつかった。あー、キリンさん。一撃当選。あー、ない。でも、激引きあったんでねー。あー、いきます。激引き来た時めっちゃ電車良かったけどな。悔しい。あ、まあでもまだ時間はあるんで、まだ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 頑張ります。
こんな服着た人ホールいないでしょ俺。これ前回も見ましたよこれ。何編集部があれでしょ、ライターのことの健康を思ってのそれ。痛そうだったんだよ見て。いいよ自分で健康管理するから大丈夫ですよ。やるの負けたら。あそうですか、わかりました。もう痛いんだよなそれ絶対に。やだもう分かったから、もう出てって分かったから、邪魔になるからちょっと。もうほんと、いやもう健康管理自分でしてるんで大丈夫なんですよそういうのは。このタイミングで3連目いくしね。あ真ん中赤になんない。これで当たったりして、おお覚醒いった。何色おあ赤か、扉赤、あやべえ、まあ、エンベンペルでしょ。おお赤66%、あれ当たりを連れてきたのかなあの人は。おお4兄弟頼む、これ金、金、赤だ。あ当たりを持ってきたかもしれませんよこれ、足つぼのプレートと一緒に。赤入ってからもここにキリンちゃんいらっしゃい、いらっしゃいキリンちゃん。あまあでもフラッシュ赤スタートはもうありがたいチャンスアップの一つですね。いや頼む、これで負けたらもう、いや行きます、せーのにゃー。外れ持ってきやがった、くそ。いやまだ復活あるからちょっと様子見て、ほいあなんだよもう激アツを楽しめないよこれじゃ。もうさあ私ね、奮闘も虚しくと言っていいでしょうね、この台で大当たりはなしということなんですけどもね。まあその対決の結果はどうあれ、まあねなんかいろんなことがね待ってるようなんでね、まあいろんな意味でエンディングをねお楽しみにしていただけたらと思います。お疲れ様でした。さあこの中央の通り別住み、かなりあちらにもあるんですけども、これここの中央にあるこのところでランキング形式で見れるんですけど、今消えちゃいました、ちょっと待ってればね来ますんでね。はい来ました、はい、ね、北斗のね剣セブン転生多いでしょう。やっぱりね回る台だからこそやはりね皆さんも粘るし打つ方も多いしという感じで、この別積みですよ。はい、ではですね、実戦時間の方がもうほとんど、ない状態となりましたので、私の、実戦の方はここで終了にしたいと思います。はい、ではですね、私の、周り以外でも結構店内盛り上がっているところがあったようなので、そちらの方も見ていきたいと思います。ここがバジリスク絆コーナー、まあ、私も打ってたところなんですけど、とりあえず私の台が日頃確定が出てる、みんなの37番台のだと思うんですけど、これ今いなくて、結構絆が強そうだな。まあ実際に1台を自分の台で確認してるっていうのも踏まえ、絆は今日結構良さそうな台があるような気がします。まあ、見えてないところも含め、あとマイジャグ、ジャグラーといえばマイジャグが、これも絆と一緒で朝からがっつり人がついていたコーナーになるんですけど、ね、ちゃんとレグついててボーナスついててっていう人もいるので、多分普段から入ってるでしょうね。普段から入ってるからこそ人がいるんじゃないかなと。だからまあ毎着も台数多いだけあって、看板機種で力を入れているコーナーになってそうな気がします。結果発表ーすー、いやーよかった、はい、よかったよかったな、はい、よかったね、
いいよ、早速じゃあもういきますよ発表の方にね。はい、はい、じゃあ私から。あ、はい、はい、私七之助はですね、マイナス1万ポイントでございます。はい、はい、そしてあ、ポイントだけでいいですか。ポイントだけでいいでしょ。わかりました、はい、私はですねプラス9840、はいはい、あ、9000じゃない、単位間違えた、9840ポイントでーす。わー、素晴らしい。はい、ドラミさんの勝利でございます。ありがとうございます。10万ポイント差。そうだね、ぐらいってことですか。すごい。いやー、もうちょっとね、僕振り返るのももう嫌だし、うん、何もないんだけど、ちょっとドラミさんの方がね、途中でしたんですよね、うん、あると思うんで、どよかったらこう振り返っていただいて。いや、はい、私はなんかもう実践中に結構、うん、そのこれ高設定ですみたいなことはもう言ってて、まあ高設定確定演出も出てますし、うん、言ってたんですけど、何よりも、うん、その振動術、うん、全部で25個だったんですよ。自身最高記録ができたので、うん、もう満足。なんか途中でちょっと誰か来たんですよね。なんかね、白衣を持ってね、足つぼのプレートを持った人がね現れたんですけど、まあ、何をするかっていうのは、ね、はっきりと聞かされてないんで、うん、じゃあ、はい、早速罰ゲームの方に行きますか。はい、行きたいと思います。はい、では罰ゲームの準備ができました。先生よろしくお願いします。無言なんですね。じゃあ全然先生じゃないじゃん、ハーパンで。じゃあ何番行こうかな。バタ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 してる。じゃあ12番お願いします。お、12番。先生全然分かってないじゃん。うわ、そこ痛い。え、痛いの痛い痛い、ちょっと本当痛い。え、本当痛いんですか。今どこ、今知りたいですか。これね、しのすけさんが絶対悪いであろう肝臓です。いやーほら、やっぱ白くなってるし、ここ。やっぱ飲みすぎなんだな、飲みすぎなんだな。体大事にしないと。うるせえな。ワールドカップだろうがよ。いつも優しいしのすけさんがマジだ。15番。15番で最後ね。じゃあ痛そう。あ、痛い。くっ、何そこ。今のはですね、尿管ですね。あー、おしっこ今我慢してるから。漏れちゃう。じゃあちょっと、しおすけさんがちょっと漏らしちゃうかもしれないので、我慢してくださいね、我慢してくださいね。じゃあもう閉めちゃいますか。もう閉めないと始まるのこれ。事故が起こる前に閉めちゃいましょう。じゃあ次回もマガバトあると思いますので、皆さん楽しみにしてください。さようなら。元気なくなってる。もう帰ろう。